園田競馬レース展望です。この時間は6月12日金曜日、その金ナイターの展望をお送りいたします。解説は大阪スポーツの瀬戸晴人さんです。進行は鈴木誠也がお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は兵庫ダービーが行われまして、ディアタイザンが先手を割って逃げ切りました。ちょっとびっくりしましたね。いやそうですね、どうしてもステラモナークがこう逃げるというね、はい、まあ、先入観があるんでね、なかなかディアタイザンも早いんですけど、はい、逃げるというシーンを想像できてなかったんでね。そうでしょうね、はい、まあ、僕はちょっともう展開から読み違えてたなというところなんですけどね、はい、で鞍上の杉浦騎手なんですけども、5回目のダービー挑戦で悲願の初制覇ということになりました。マイタイザンの時も同じように逃げ馬に乗って、その時ちょっと悔しい思いしただけに。そうですよね、はい、まあ、あの時はね、同馬主同級者の信太さんが ね、はい、代わりに来たんですけど、まあ、この太さんの、ね、オーナーさんもこれね2勝目ですか、はい、いいですね、馬運というかやっぱり持ってるオーナーさんですね。はい、それでは明日の金曜日の展望をお送りしていきます。明日は全部で11レース予定されています。メインの10レースはアジサイ特別4歳以上 B2 の特別戦、そして9レースの3歳 C1 クラスの1組戦、この2レースの展望をお送りいたします。まずは最初は第10レースのアジサイ特別からです。出走は9頭とショート数で行われます。それでは瀬戸さんの印はこちらです。本命が9番のセイプレジールについています。はい、そうですね、まあ、今回ね、まあ、3月以来約3ヶ月ぶりになるんですけどね、はい、その前ね、3連勝する前も約4ヶ月空いてましたしね、はい、本格系は結構効くんですよね、この馬で。今回もね、仕上がりは相当いいということなんで、はい、まあ、57キロではありますけどね、まあ、勝ってるクラスですし、まあ、この枠ならうちの、ね、馬の出方見ながら逃げる手もあるし、何かの外で2番手でというね、はい、そういう構えも考えられるでしょう、はい、いずれにしろね、何ら不満のないレース展開に臨めますんでね、まあ、これ当然初戦からという期待ですけども、はい、まあね、メンバー的にかなり人気を集めそうなんで ね、 そうですよね、はい、あまりちょっと妙味、休み明けの馬を狙うときはね、やっぱある程度人気薄というそういう前提があるんですけど、まあ、今回人気ですけどね、はい、まあ、でもこの馬の実績仕上がりを見れば仕方ないのかなという気がします、はい、そして対抗には1番の侍魂です。はい、そうですね、この馬がね、まあ、2走前2戦目で鮮やかに変わってね。そうでしたね。で、前回はね、まあ、ちょっと筋量も増えましたんでね、さあ距離も伸びてちょっと精細書きましたけど、はい、まあ、定量に戻りますんでね、今回、まあ、距離は1004ですけども、まあ、結構融通効くタイプだと思うんでね、はい、セイプレジールに一番迫れるのはこの馬ではないかと思いますね。そして3番手評価が、2番のレッドアマポーラについています。はい、そうなんですね、まあ、この馬は3番手というかね、まあ、意外性込みでの黒三角というかね、場合によってはセイプレジールを脅かす可能性もあると思うんですけどね、はい、まあ、やっぱり休み明けなんでね、ちょっとその辺気になるんですが、クラスが下がってる分ね、やっぱりこの馬の自力というのは無視できないかなと。で、まあ、川原騎手相性いいんでね、はい、そうですね、まあ、この軽い馬場をね、道悪を味方にできればね、まあ、かなりいいレースするんじゃないかと密かに期待してます、はい、そして三角印が2頭で6番の桜センティーレ、7番の名勝ティグレ、はい、まあ、桜センティーレもね、まあ、コンスタントに足は使えてますんでね、はい、なかなか突き抜けるまでいきませんけど、うん、まあ、要は位置取りとね、仕掛けのタイミングだけだと思うんですよ。結構流れると思うんでね、明日は、まあ、折り合いとかに苦労することはまずないと思うんで、いつも以上のね、切れ味を引き出せるのではないかなと期待してます。で、名勝ティグレもね、これぐらいの頭数ならね、比較的さばきやすいかなと。そんなに器用な馬ではないんですけどね、まあ、外目のこの枠であればね、結構いいとこ走れないかなという気がするんですね。あ、そうですか。で、夏場に向けて調子上げる馬ですからね、はい、そういう時期的なものも追い風になるかなと思いますね。はい、それでは10レース瀬戸さんの解明です。3連単1着固定、9番のセイプレジール1着固定で、相手に1番2番6番7番と印を打った4頭に相手流していまして、合計12通りという解明になっております。
大中列アジサイ特別の発送時刻は8時ちょうどを予定しています。それでは続いて一つ前の9レース3歳 C1 クラスの1組戦の展望に参ります。12頭立ての1400メートル戦です。瀬戸さんの印はこちらです。本命は3番のトゥギャザーベンにつきました。はい、そうですね、まあ、前回あの移籍初戦でね、まあ自分の競馬はしたんですけど、まあ、バーゲニングパワーという馬がねちょっと走りすぎたようなところがあってね、はい、まあ、2着に負けてしまったんですけど、まあ、使っての上積みは十分でしょうからね、コース慣れも見込めますし、まあ、今度は気持ちも当然違ってくるでしょう。はい、まあ、ズバリ逃げ切りに期待しました。そして対抗が、1番の統計ワルツ、はい、非常にね移籍後安定して走れてますね、はい、で客室も結構自在というかそんなにレース展開に注文がつかないタイプみたいなんでね、はい、追い切りもね素晴らしかったということなんでね、お、まあ、ただちょっと気になるのがね、まあちょっとまだねどの馬にも言えるんでしょうけど3歳馬キャリアも浅いんでね、うん、この9レース本当はね3歳しこのクラスもっと早い時間帯だったんですけど、そうですね、はい、9レースということでね、まあ7時半ぐらいですか、それは、はい、あんまりねやっぱりナイターとかだと戸惑ってしまう懸念があるんでね、まあ、中にはそのゲート入るときにすごい嫌がるもん出てきますからね、うん、やっぱり特にねこの馬なんか繊細なとこもあるらしいんでね、その辺ですよね気になるのはね、はい、まあそういうメンタル面何ら問題なくスムーズな競馬さえできれば、まあそうですよね、トゥゲザーウェイをかなり追いかけていける馬だと思ってます、はい、そして3番手が、9番の広重ダイヤ、はい、まあ、この馬もね未勝利の成績ちょっとやや精細書いてるんですけどもね、うん、こういうところが実際こちらへ来ての調教の感じとかがねもう抜群にいいということでね、まあ、陣営これならという手応えをねかなり感じてますんでね、でまあよくあるんですよね、もうね大きな着順が並んでるんだけど、まあ、来てから調子を上げてその他の馬場があってね、はい、ポンポンと勝つような馬 JRA から結構来ますんでね、まあ、この馬がまたそういう馬の一頭である可能性は十分ありますね。その後の三角印は5枠の2頭です。ショーラッシュとナムラブラボーについています、はい、まあ、ショーラッシュはねキャリアは本当浅いんですけど、まあ、その分伸びしろもありますからね、前回もおしまいの足はねかなり光ってましたんでね、やっぱりこれだけ頭数一定の道割となるとなかなか押しづらいんですが、はい、あの足を再現できるんであればね、上位に顔を出してもおかしくないかなという気がしますね。でナムラブラボーは前回がねちょっとこう筋量が増えてたのと、はい、で自身はちょっと体重減らしてしまいましたんでね、うん、その辺もあって最後止まってしまいましたけど、はい、まくりに行った足はやっぱり迫力満点でしたね。そうでしたね、一旦先頭に立つ場面もありました ね、まあ、能力は高いですよね、はい、まあ、明日もやっぱりちょっとまずは馬体重に注目していただきたいんですけども、はい、ある程度戻していればね、うん、ミチュアルでもねこう一発のパンチというかパワーというのは最右翼のものがあるんでね、要注意でしょうねこの馬も、はい、それでは9レース瀬藤さんの解明です。こちらも3連単1着固定、3番のトゥギャザーウェン、そして相手に1番統計ワルツ、5番のショーラッシュ、6番のナムラブラボー、9番の広重ダイヤと、合計12通りを挙げていただいております。9レースの発走時刻は7時25分を予定しています。ここまで2レースの解説を行ってまいりました。今回初めて進行させていただきましたけど、また今後こうやって進行させていただくこともあるかと思いますので、またよろしくお願いいたします。そのだけ言えば来週は火曜、水曜木曜金曜の3日間の開催となります。水曜木曜がデイ競馬、金曜日がナイター競馬の開催となります。今月25日には園田 FC スプリント重賞競争があります。 820m のスプリント戦です。明日のその気になった、そして来週以降の園田競馬にもお楽しみください。